はい、それではブラッドボーンの続きの方をやっていきたいと思います。前回の動画でメルゴのここですね、なんて言います高桜ふもと功労ですね、から何でしたっけ、ミラゴラージュだったかな、の方に、戦いを挑んで、まあ一回負けてしまったんですけども、まあなんとか勝つことができたんで、メンシスの悪夢のさらにその続きですね、そちらの方を今から続けていきたいと思います。とにかくちょっと広いんで、ここが途中鍵を拾ったんですけど、その鍵を一体どこで使うのかなというのがちょっと、一回ミラゴージュ戦で何かそれっぽい場所を見たような気がするんですけど、あったかなっていうところですね。これ違いますね。どこだったかな。はい、マップだなと思います。ここはさっき来ましたよね。ここは同じとこだったかな。ほんとわかんねえ道に迷うとはこういうことを言うんだな。違う。あれ。難しいですよね、このゲーム。ダメージ食らっちゃったな。
するからな。あの骸骨は復活はしないんでしょうけど、こういった雑魚敵が最初の、あ、ここは、上に、そっか、あやっぱここの鍵だったんだ、デスクトピラの鍵。わわわわわ、ちょっとあそこは厳しいかもしれないので、今2つ、まあ、道が2つあるとして、先にこっちの方から行きましょうか。ちょっと一旦戻ります。なんか死にそうなんで血の石全部使っていった方が良さげな気もするんですけど、はい、ちょっと装備を整えてからスタートしたいと思います。はい、それでは続きの方をやっていきたいと思います。上にいたのか。変な明かりみたいなのがまだありますね。おそらく多分さっきの道すがらはここだと思います。てかダメージ食らってるし、多分食らってんだよな、あれ、ピッチャー。
ベーターが2つか。これどこに行くんですかね。あ、最初の橋だよな、あれは。あ、なるほど、こういうことか。仕掛けを作らなくてもいいよな、本当に。あ、多分あれいけますね。ヤハグルの隠し町、ヤハグルと同じようなあれですね。多分ジャンプかな、ユーチューブでしょ。やばい、気づかれた。よーし。うわ、めっちゃ経験値もらえる。あそこに1匹いるな。さあ、アイテム、アイテム、何もなし。あれ、金色の森にいた、ちょっと、ヤーナムの影っぽいですね。つまり、雑魚的だ。雑魚でああいうやつが出てくるような場所やということでしょうね。豚さんの声が聞こえて。失敗したな。バックスタブがうまいこと取れねえのかな。裏ダメージを受ける原因になっちゃうんで、これいったら死ぬかな。落ちても死ななそうな気はするけど、と
とりあえずこっちから行きましょうか。豚か。やらないとこっちがやられる可能性があるな。これだ、相手にするのはきついな。よし、あとは楽やな。なんとか、いやー、なんとか影を4匹相手にすること。
ことができましたね。おお、痛い痛い痛い。塊めっちゃ拾えますね。ありがたい。殴り状態で一応こっちも道があったんだ。あ、なるほどね、ここに帰ってくるんですね。豚さんがおったとこだな、これ。よし、そしたら先に進むか。元気ですか？あー、エレベーターか。ちょっとこっちはじゃあ今後回しにして。今エレベーターを掃除できたってことか。あー、これここか。一周してきただけやん。
つはどこに行くんだ。どう見てもそろそろボス戦のような、うわーこれ絶対ボス戦だ、この流れは。怖いなこの人。よし、ちょっとボス戦の前に一回やっぱりレベルを上げるのと、ワンランクレベルを上げるのと、あと一箇所あれですね、何でしたっけ、ヤハグルみたいに、あの横にエレベーターに乗っかって横に飛び乗ったら、行ける場所があって、そこを先に行きましょうか。多分あれボス戦なんで。うわ、やっぱあそこいるじゃん。よし、立て続けのボス戦か、結構きついなそれは。よし、関係も上げれるっちゃ上げれるんですけどね。どうしたもんかに、よし、さあ、そしたら次の動画で、おそらくボス戦であろう道筋と、もう一箇所、隠し道みたいなところ、この2箇所の攻め方で行くんですけど、隠し町じゃないですね、隠し道の方、こちらの方を先に攻めてみたいと思います。はい、それではブラッドボーンの続きの方をやっていきたいと思います。メンシスの悪夢の修復からですね。
もうすでにショートカットの方は作ってあるんで、すぐにでも、ボス戦の方だろうなと思われるところに行くことはできるんですけども、一箇所ちょっとまだ行けてない場所があるんで、そこだけ行ってみたいと思います。まあ、ここは抜けていきます。で、ここの、ショートカットですね、これは起動できるようになっています。そして、ここです。この途中にちょっとポコッとした穴が開いてあるんで、これです、これです。これヤハグルの隠し、町に行くときにもあったんですけども、ブラッドボーンたまにこういうのがあるんで、よくよくまあ周りを見ておかないと、まあ隠しルート的っぽいんで、そこまで重要性の高いものではもしかしたらないのかもしれませんけど、様子を覗き。で、ここさっき上から見たときに、あの脳みそがいるんですよね。なんで、あの脳みそに勝つためには毎回これをちょっとしないといかんのかなと。金色の森じゃないですよね、ハリウッドの悪夢かな、辺境の悪夢かなとかな。一回目アメンドウズがいたところでフルボッコにされてるんで、こいつ相手に。やっぱきついなあいつを倒すのは。血の石がそりゃ13800とか手に入るわそりゃ。何なんだここは、大体にしてここは一体何なんだっていうところですね。ああもう一個あるんだこれ。マジマジ？この発狂は厳しいな。
の発狂だけはちょっと厳しいな。どうしたものかに、あいつの倒していくっていうわけにもいかねえだろうな。マジで敵と戦う前に落ちて死ぬ。何もないんで別にいいですけどね。よまずまずあらまあ、これ厳しいな。駆け抜けてった方がいいのかな。駆け抜けていきましょうか。なんかこういうやつを相手にしてるとどんだけ危ねえ。めっちゃ使ったけど。なんだこいつら。すごい。気持ちやつ悪いやつだけど強いな。
めっちゃ体力体力だけ持ってかれたみたいな感じ。もうこのエリアめんどくさいとかすげえエリアだな。よくまあこんなめんどくさいの作りましたよ。ここも行けるかな。大丈夫そうだな。大丈夫なのか。おお、ビジュアルチームか。あれボスかな。さらに偉いボスか。要は下に行けばボスとまた戦う。ああボス戦かとなると結構広いですね。こうなるとこのボス戦のあれが歌声聞こえるんですよね。またいるってことですよね。あいつがわっ、いやいやいや、今日が半端がないな。どうやっていくんだあれ。ああなるほど、これできるわけだな。鎮痛剤ガム飲みじゃん。遅かった。戻ります、一回戻ります。耐性をつけておくか。おっしゃ、これでいいだろう。
そうか、斧をしとくか。最終的に斧は使いそうなんで、でいらないものは売ってしまおう。売るものはねえな。鎮痛剤もないんか。鎮痛剤の保管は17か。鎮痛剤鎮痛4600、たけえ。はい、そしたら、次の動画で、一気にというわけではないですね。もう一度、脳みそぐらいじゃないですね。脳みそやろうっすね。あそこのところを探査しに行きたいと思います。もうどれだけやっても今のところいけそうにないんで、次の動画でもう一回そこをリトライいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。スマホの方は画面右上のアイコンをタップ、 PC の方も画面右上のアイコンのクリックをよろしくお願いいたします。それではまたのご視聴をお待ちしております。